深く見ていくとまずここに書いたんですがイントロダクションというのはざっくりと自分がこれからしたい主張をざっくりと具体情報はいりませんうまくまとめたものでこれから私はこれについて書いていきますというトピックを掲示しますでそのトピックに対して自分がそうやって思う理由をこのバディーパートですねディスカッションのパートで書いていくだからここにトピックのサポートって書きましたでここは別に1つのパラグラフではなくてパラグラフを分けても構わないんですが 国際教養大学そのエッセイは300字ぐらいなのでここのイントロダクションで自分の主張例えば大企業に勤めたいかそれからね中小企業に勤めたいかどっちがいいですかっていうことに対して自分の意見が私は大企業に勤めたいのであればその理由を3つぐらい書いてっていうことなので分ける必要ありません AIU の場合は全然分ける必要なく1つのパラグラフでボディ書いていいと思いますで最後なんですけどまた中小に戻ってきます最後のまとめなんでここで具体的な情報はいりません 今まで自分の述べた内容をうまく1文2文ぐらいでまとめてそして最後にこれがポイントなんですけどイントロダクションの言い換えをまたするんですねこれこれこういう理由であるとだから私は大きな大企業で勤めたいんだで最大のポイントはトピックの掲示で言ったイントロダクションの言い換えがコンクルージョンになってます同じ英語を使うとその時点で構成点ですかね構成点が下がってしまうと思うので必ず ここで使った英語、同じ英語を使わずに言い換えるんですね。言葉の言い換えをしましょう。でここには黄色で書いてあるんですけど、インコンクルージョンのパートは、新しい考えを入れる必要は一切ありません。今まで自分の言った意見をそのまま繰り返してまとめるというだけです。ただ、今後の展望ね、私はこれを踏まえて、こういう研究が必要だと思うとか、そういうのは入れてもいいんですが、この AIU のエッセイライティングにおいては、入れなくていいでしょう。新しい考えを入れずに、そのままイントロダクションの言い換えで締める。 これがざっくりとしたライラティングの構造ですでよく言われる話なんですがいいエッセイライティングとは何かというと実はこれ何かに見えてきません例えるならばよく言われるのがこれハンバーガーだと言われています何がハンバーガーかというとふざけてるんじゃないですかイントロダクションというのはバンズの部分コンクルージョンというのもバンズの下の部分ですハンバーガーの。 イントロがブレてしまうともう中身がぐちゃーっと出てしまうしコンクルージョンブレてしまうと今度支えられないっていうねだからイントロとコンクルーっていうのはとても大切なものになっていきます。でそしてこのバディーパートっていうのは具の部分ですサラダあって野菜があってお肉があってってこのボディーの部分が彩り豊かになればなるほどおいしそうに見えるつまり、えー、素晴らしいより質のいいねライティングに見えると いう構造になっていますこれが SLIT の基本的な構造で抽象、具体そしてコンクルージョンでまた抽象的に戻ってくるというこれを踏まえてこれから、ね、具体的にさらに細かい説明をしていきたいと思います。